小西洋之です。コニタンの急上昇トレンドチェック、今日のトレンドはエンタメですね。文春オンラインに載っています。自分史上最高のアニメランキングさあさあさあ、20位からねずっと出てましたねまあ61の私はですね、幅広いね、幅広い、ずっとね探っていくとね、なるほどなって。もちろん1位はもう鬼滅です。はい、やっぱりね、まあところどころにとてもいいというアニメはあるんだけれども、やっぱり自分の歴史、自分史上最高のアニメって言われると、やっぱりまず最初に感化されて、そのアニメを見て俺もこれを人生で行こうって決めた、自分の方向性を決めたアニメですよ。はい、ちゃんと4位に入ってます4位に入ってます。この年代はまあそこだよね。はい、なんでしょう。そう、その通り、巨人の星ねえ、巨人、やっぱり巨人の星だな。あの小学校の頃やっぱり巨人の星、タイガーマスクね、アニマルワンとかね、エースを狙えとか、もうなんかもうこうスポコンものがこうグーッときた走りの年代が僕らなんで、でもその中でもやっぱり巨人だね、巨人の星。あと中学校になって始まった漫画で、これ僕ら見てちょっとやばくないのっていうのがルパンでしたね。ちょっとエロエロで、まあその、そして中3からヤマトとかで、僕ウルトラマンやってる時に、まあガンダムとか、まあ大人になってからはうーっていうのありましたけど、やっぱり基本は巨人の星だ。阪神タイガースの我々の仲間の中でも全員見てる、全員見てる。だって V9 の頃、王長嶋ね、堀内さんが投げ、もうなんだろう、いくら阪神ファンでも巨人の長嶋さん、王さんに打たれて負けたらもう納得する。そのどこのファンでもやっぱり巨人の星は絶対見る。星ヒューマだもん、大リーグボール養成ギブスだよ、こうやって。いやー、あれはね、僕らもなんかね、自転車のチューブとか巻いてね、やったね、バッティングこうグーッときて。で、各球団がまた面白かったね、巨人。とにかく巨人は紳士たれ。で、高校時、星雲高校。ね、キャッチャー、バンチュータ。いいね。なんで泣けていくんだろうね。いい甲子園行くんだよね。で、決勝でね、花形満ってやって負けるんだけども。あれはまあ、王選手のちょっと逸話だよね。こう、爪が割れて、血止めの。投げるんだけど、ボールに血がついてる。王選手もそうだよね、春優勝したんだけど夏ダメだったね。で、夏ダメで、でもね、あの国体には選ばれたのかな、国体に選ばれたんだ、総実は。でも王選手は出れなかったんだよ。春夏の甲子園出れるんだよ、春優勝したんだよ、国体には出れなかったんだよ。でも総実は出たんだよ。王選手が出れなかったんだよ。なんでか、その時代だよね、国籍が日本じゃなかったから。そんな時代ですよ、だからね、星雲で勝って一流校だよね、一流校で、万中太のお父さんは PTA 会長でね、でこっち向いてくれて頑張って、そして何だろう、今で言うと育成みたいなもんかな、ドラフトじゃなくて、あの入団テストを受けて巨人に入るんだね。貧乏からやってきて、で俺忘れもしないな、多摩川のグラウンドに行くときにみんな立ってるんだよ。で、え、俺も立ちますと、お前は座っとけ先輩言われるんだけど、ってバスがこう動くときにグラッとして、星ヒューマが転びそうになると、みんなが、だから座っとけって言ったろってふっと見たら、全員かかとを上げてるんだよね。ってもうね、もうそのアニメの節々に根性論なんだよね。あ、泣いたな、うさぎ跳び。今うさぎ跳びダメになって、星ヒューマがお父さんとうさぎ跳びしてるのを、あきこさん、お姉さんがこう
からぐっと見て泣いているというね、お母さんいらっしゃらないからね、お父さんがちゃぶ台返しというね。でそこで阪神花形満だよね、こんな髪の毛満花形2000、お父さんがスーパーカーのね、社長で、だから阪神はあまりイメージよくなく書かれてたりね。あとはどこだ、あー左門豊作、熊本農林からね、熊本農林から太陽ホエールズに入るんだけどね、熊本農林で戦った時かな、ね、収入的にあまりよろしくない、まあ、星飛雄馬もそうだけど左門も、まあまあ、今で昔で言う貧乏で、兄弟がいっぱいいるんだね、兄弟がいっぱいいる中で お兄ちゃんが頑張って稼ぐからなっていう対決の時にね、星飛雄馬が左門にこう投げようとしたら、ふって気がつくと左門の兄弟たちがこうぐーっと体を縛ってるんだよね、いくっていうね、それで出たりとかね、うん、やっぱりなんだろうな、このブワーッと投げてバシャーっていうこのストップモーションとかね、なんかスポーツものの画期的な手法がいっぱい生まれたんだよね、巨人の星は、うん、だから節々にその貧困とかね、片親とかっていうのをね、もう普通にアニメに出してくる、タイガーマスクもそうだけどね、はい、で中日にオズマっていうのをやっていくんだね、オズマ黒人だよね、うん、やっぱり黒人差別がちょっとあって、キャッチャー木俣なんだけどね、ちょっとこうライバル心があったりとかして、見えないスイング、バットが消えるんだぜ。でそのオルズマも確かベトナムに行くんじゃなかったかな、ベトナムの招聘かかってベトナムに行ったとかね、その頃の時代背景が結構盛り込まれていて、でその後お父さんが中日に入るんだっけな、コーチとして、お父さん元巨人だからね、肩壊すから投げれないで、投げれないんだけどなんとかしなくてはいけないって巻きを編みさすんだよね、こう打ったバッターが走ってるランナーに向けて投げて、ランナーがうわーっていうのでぐーっと回ってファーストで、それがまあ怒られてやめるんだけど、その魔球を星飛雄馬も魔球投げるんだね。そして確かバンじゃなかったかな、バン中太が中日に入るんだっけな、で星一徹がサインを送るんだよね。で戦いの時に星一徹が打てっていうサイン出したんだよね。でも番中とか確か打てなかった。で後からなんであんな時出したんだ、あれサインじゃなかったんだよね、我が子が頑張ってる、教え子が頑張ってる、あまりのなんか感動したんだろうね、星一徹コーチが涙を抑えきれずに帽子の出してこう涙を止めた、これがサインと間違って打ったとかね、もうね根性でね涙、巨人の星見てね、あれ6時だっけな、土曜かなんかの6時だね、もうねおふくろも親父、俺と3年前妹が小さかったからね、親も泣いてた。で最終回が誰とやるんだっけな、まあいろんな打たれて最後アンダースローになるんだよね、アンダースローで、これをやるとも体が潰れるぞって言って、星飛雄馬がアンダースローで投げる、勝つんだけど投げた瞬間にあーって体がボロボロになってこう崩れていくんだよ、それで勝つんだよ、でもあー動けない、ゲームセット、お父さん中日のコーチだよね、お父さんがスタースタースタッと来て息子をギュッて抱いてやって、飛雄馬帰ろうって言ってこう帰っていく、これが最終回だと思うんだよね。もうね、いや野球部だったんだけどみんな大変だった、中止の時にクラブ早く終わったもん、あれ7時からだっけ、とにかくわー6時7時だな日テレ7時だっけな、とにかくもう終わって早く帰ろうと、もう野球部だけじゃなくてもう中学校全員クラブやってるやつ、バスケット部であろうなんだろう、今日最終回だ、先生までもう今日はもう途中でやめようって、そんな野球スポコンものだよ、ほら言うだけでこう出てくるもん。ああ私にとってそうだね、自分史上最高やっぱ巨人の星だね、
その後また新しいのもあったけど、それあんま見てないね。バンババンってのもあったけどね。やっぱり巨人の星、僕は最高です。いいね。熱いね。語り尽くせないね。うん。皆さんにとって何でしょうね。教えてください。小西良樹でした。明日のトレンドチェックもよろしく。じゃあ。